お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらホグライダー極める企画25日目やっていきたいと思います。というわけで、1ヶ月ぶりぐらいのね、僕企画かもしれないんですけど、30日まで本当にあと少しなのでね、しっかり最後までやりきりほうかなと思い、今日ホグ企画やっていくんですけど、今日はねライト型でやっていきます。というのも、このホグデッキね、よくクイークで、やってたと思うんですけど、まあ今チャンピオンのね、圧着位が出たこともあり、結構ライト型がね流行ってます。でライト型がめっちゃ強いです。というのも、最近ね、それこそアチャクイもいますし、あとはマザニクとかも結構流行ってるんですよ。それで、まあそういった相手に、ライトニングがね、すごいぶち刺さる。またね、防衛でもね、使えるので、意外とね、ライト型の方が使いやすいっていう方もね、結構多いんじゃないかなと思うので、ちょっと今日はね、こちらでやっていきたいと思います。さあ、よろしく。で、このデッキはね、ライトだからこそ、まあ勝てるようになるのもね、結構多いと思うんだよね。その、ゴレの防衛がね、やっぱ光栄止まんなくて厄介とか、ラバの光栄とかバルーンとかもね、やっぱ防衛ライト打てるっていうのは強みではあると思うんで、意外とこっちの方がね、使えるじゃんっていう方多いと思うし、無課金でも結構組みやすい方だと思うので、おすすめですけど、やだめやだー、いやいやです。頑張って運命します。でこれはもうギリギリのね、ウッドで耐えるしかないです。いや痛いですね。まさかのジャイスケラかな、ジャイスキラ他は分かんないけど、で基本的にこういうのはね、ヤナメザップとかなんで、スケルトン部隊とか来んのかな。ええぐい、それはやばい、マジでホグメタやばくない、トリトンですって。さあ、まあこれキングドめっちゃ痛いし、トリトンいるんでホグも刺さんないし、ヤナメあるんで鬼ハードですけど、まあ気合でいきましょう。気合で、でファイスペちょっと削りながら、まあ、あとはね、あのジャイをちゃっちゃ溶かしたいよな。あとジャイをちゃっちゃ溶かしたいのと、ホグとかで攻めたいし、どうしようかなーっていう感じやね。さあ、早く溶かしましょう、ここ。もう早めに、秒で溶かします。まあそうすると相手もスケラ打てないし、ちょっと嫌だよねっていう。で、ホグ飛ばして、トリトンこれ回ってないと思うんだよな。スケブとかワンチャンいったら嫌だな。おい、ファイボ。いや、ファイボですね。一発。一発しか入んない。で、ここのね、このロケット押しが相手はきつくなってきます。いや、ウッドいるか。ウッドで。やべ、俺のウッドちょっと下手でしたね。痛い、これね、やばいっす。やばいけど言うてか。ここででもホグいけたら熱いんだけどな。やなめのターンですね。ソグいって、まあ、トリトンも使ってくれよと。リア使ったんで、この間に早めにね、テスラとスケで溶かします。スケルトンで溶かすの結構大事っすよね。意外と火力あるんだね、スケって。よし、そしてバルキリーで耐えると。オッケーオッケーオッケー。いや、耐えてるよ、耐えてるよ。で、頑張ってもらって、頑張ってもらって、熱いね。めっちゃ熱いよね、流れは。問題はあとは高めインドとかがね、嫌だよね。あれあれ。あれマジうっといよね。うっといね、飛ばしまーす。で、ホグ飛ばして、バルキリー来る、あ、じゃあトリトン来る、ジェフとか？いや、でもこれ、ホグを釣れないよ、相手は。オッケーオッケー、スケに行くでしょ、しかも。これ、テスト置いちゃうか。オッケーオッケーオッケー、熱い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 。で、ウッドで剥がして、スケ守りながら、オッケーオッケーオッケー、危ない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 。いや、きついね。いや、これはね、きついですね。あ、非常にきついんですけど。まあまあまあ、なんかスケルトン部隊とかいた方がね、厄介だったかなって気がしますね。トリトンだった頃からこそ、なんか最後もね、確実に入った気がしましたね。でも本当に基本的な立ち回りはね、今までやってたクエイクホグとは何ら変わんないですね。その、まあ、スケ、ファイスピウッド、ロケ砲でメインで回して、まあ、ホグの2周目、3周目を狙っていくとか、まあなんかそういったところは何も変わんないですね。よいしょ。さあ、まさかの、一動画に一回、恒例、小屋小屋デッキ登場説。いやー、やだね。なんでこの、あれ違うんかい。小屋小屋の時にね、クエイクがねえんだと思うんだけど。さあ、まあ、迫撃と五分小屋なんで、まあ、マイクラデッキ。テスラでやっていって、どうしようかな、これ。まあ、はしまつき、ああ、そうっすよね。なんかね、こんな感じで、端前単体にってきたら、大抵スケルトンラッシュなんで、今みたいなこう、端前で止めると、ダメージ結構抑えるんでね、抑えれるんでね。はい。大事ですね。
白撃スキラの五分入りですね。ババッチャン一発おーゲイよくやった。まあこれはロケ砲でやるんだけど、矢とかあったら嫌だけど、五分置いたんでそんなコストはないっすね。よいしょ。で、樽もあったよね。さあ、まあ、まあ、ババぐらいなら別にロケ砲でも何でもやれるんでいいんだけど、五分は嫌だな。まあテスラでいいか。てか、ロケ砲13じゃん、君。なんで？まあ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 、ファイスピで削りながら、この槍は全部テスラで受けましょうか。まあ、スケラの受けぐらいかな。なんで、もう毎回、スケラをね、なんかいい感じに抑えてあげないといけない、僕は。いやー、これ、えぐいな。どうしようかな。逆北とかでよくね。甘えかな。いや、なんか、あれなんか違ったかな。この、迫撃の受けがさ、意外としんどいな。ちょっと待ってよ。相手はこう、スケラ打たずに結構メインは迫撃で来るかもね。で、迫撃で来て、こいつ北今刺さん、あ、スケラ刺さんじゃんって、コストねえじゃんってなったら、まあなんかね、スケラ打ってくるぐらいだと思うんだけど、基本的にはまあ迫撃で攻めてくる。これでも美味しいよな。さあ、いや、ライトはな、まだここぞって時に取っておきたいな。いや、ヤマあんのか。いや、ヤマあんのこれやばいね。ヤマあんのはちょっとやばくて、ここも早めに一回攻めてあげて、一発が許容していいんじゃね？いや、バルキリー行くな。いいな。いやー、意外と。いやー、なんでこんなきついんだ？ね、意味わからんぐらいきついんだけど。さあ、まあ、バルキリーホグライトを決めるのが熱そうだけどな。いたわ、そんなカード。忘れてたね。余裕で。うん。さあ、まあまあまあ。さすがにここは耐えれると。で、しかホグ飛ばして。いや、バルキリー結構無能だな、俺の。いや、相手はもうね、一生防白でスケラー打っとけば勝てるやろっていう、卑怯な立ち回りに来ましたね。なので僕は、その卑怯を逃がしません。よいしょ。さあ、鬼の許容で。痛い。いや、耐えれる。いや、耐えれる。いや、熱い。さあ、回転、タルカ矢があるんだよね。次で、バルキリーホグでライトニング決めて勝ちたいね。そんなコースがねえんだな、でも。相手もね、それを警戒して高め。いや、ここ熱いな、でも。よいしょ。さあ、ウッドと。やめてくれよ。全然入らんやけ。おーい。いやー、これはもう、頑張ったよ、俺。まあ、頑張ったけど無理になることもあるんだねっていう話。さあ、よろしくねと。というわけで、まあ、基本的なね、ほんと、そのロケ砲をめちゃくちゃ2周3周回すとか、ね、できるだけ低コストで回して、ほんと2周目3周目の保護を刺すとかは、まあ、変わんないので、基本的な立ち回りは変わんないっすよね。さあ、これ金起動されるの嫌だなーって思いながら、金起動されます。さあ、プリンス、珍しいよね。プリンスです。これザプッツンじゃない？プリンスコウモリ。これメガネとかな？いや、違うの。プリプリコウモリのデッキはね、僕あんま知らねえな。なんだ？あ、ジャイピーピコやつか。さては。そんな感じがしなくもない。D があったっけ？いや、なに？縦線でしょ？あ、ジャイピーピコカツっぽいね。だね。縦線一生端前から来る。さあ、で、ここまあ、ホグ行きたいんだけど、まあ、ねえから、おとなしく行くか。さあ、バルキリーで、見ましょう。ゴブジャイプリプリの、槍ゴブコウモリの縦の戦士型ですね。まあ、んで、こう、まあ、頑張ればなんとかなりそうな気もしないこともない。さあ、ウッドでダメージ稼ぎながら、よいしょ。あ、これでもやばい。なんか、後ろがさ、あれ？
カツーンとかしちゃって、いた。まあまあまあ、これロケ湧いてうざいと思うんで、残ってる時に攻めちゃいます。でこれはもうこうなったら右サイド攻めたいけどな。同彩は結局プリプリがね、後ろから一生来てカウンター来ちゃうんで、あとスケースケーバルキリスケなんかあれだね、一緒に塞いだら意外と陸受けなくなっちゃったんで、そこだけちょっと気をつけながら、さあウッドで削って、さあやりゴブマジダメージバカでかいんでね、気をつけた方がいいですよ。テスラ置いて、であとロケホもできるだけ右サイドに置いていかないと、あの相手あのファイボーで削ってきちゃうんだね。まあここはいいでしょ。あ、なんかロケホ天才か、もしかして。スキー読みザップぐらい来てもおかしくはないと。うん、まああのプリンスぐらいはね受けていいな多分。よしよし、でウッドして、めっちゃ来るよこれ、やばいね、マジでやばいよマジでやばい。まあでも意外と耐えれそう。でしっかりファイスピのね範囲でいい感じね、よいしょ。 OK、 いやこうなったらでももうこれは勝ったっぽいっすけどね。相手なんかどん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 苦しくなってきそう。やっぱ回転早いんでロケ投手にね、さっきみたいにファイブとか打たれても結局2周目3周目が回るよねっていう。さあテスラ置いて、無理せず行こう、ザップ来てもおかしくない。なんだろ、いや耐えれる、いやこれ熱っ、これ爆熱いね。あれだって小物系とかしかいなくてね。あーでもいいファイブや、まあでもロケ砲が残ってる、熱い熱い熱い。なんだろ、オーケーテスラよくやった。でファイブ打ったもんねさっき、なんでここでもう一回延命してあげるっていう。いやーこれは相手うざいっすよね。もう一回ファイブを、もう一回ファイブ打ちたい。さあロケット氏がねパーティーしてるんでね、こうなるとさすがにあとはライトニング圏内に入っていきそうです。よいしょ。さあ420か、ナイス。というわけでまあロケ砲を結局サイクルでね何周も生かしてあげるのと、やっぱ同サイ勝負きついと思ったら逆サイドにね、サイド変えるのもすごい大事になってきますね。まあなんか今みたいなねプリプリ系とかだったら意外とこのライトニングね、まあすごい腐っちゃうかもしんないんですけど、まあ言うてまあ腐ったら腐ったでも出さずに頑張りましょう。というわけでメリノコリプリンということで、対戦相手コカちゃんですね、これ間違いなく。はしまいプリンいきまーす、ぷい、来ませんでした。まあ間違いなくコカツですね。あーでインフだったのは救いですね。テスラだとマジで、はしまいのテスラあれやばいんですよマジで、どうにも突破できないので、ライト打ったところで結局ねアードになっちゃうんで、まあ、インフェなのは救いですね。だったら削りされるぐらい、よいしょ。まあ俺は結局どっち攻めようかな、すごい悩みどころですけど、まあ、ウッディ使って、であとはホグも使う、これ施設ないんでね、まあ多分ロケボーイじゃないのかなっていう。基本的にホグに対して枯渇はね、あこれ美味しい。でも1ターン目は施設で守って2ターン目はロケットで守ってくるんですよ。そうすると僕の方が全然ダメージ入んないんですよ。で相手はハシマイプリンとウッド削りができるんですよね。で、ホグが負けるっていうのが、まあ、基本的によくある立ち回りなんですよね。なのでこの一応ロケも警戒してあんま攻めすぎないっていうのは大事かな。だからバルキリーホグ施設ないからってやりたくなるんですけど、結局ロケでねポーン行かれちゃうんでね。いやウッド削りして枯渇相手なんでね、あんまりウッドは雑に割くとやばいっすよね。まあこれはどうせ施設って感じっすね。よいしょ。まあ結局施設でインフェで守られて、まあしょうがないっすねこれは。うん、よいしょ。さあロケット押し君頑張れ、もう一発、おーい行きやがだろ。でハシプリはねもう回ってるか分かんない。うわ早い、ガチ早いっすね、ガチ早じゃない、やばいね。さあロケ削り来た、これ今チャンスだね、やばい。え待っておかしくね、あそういうこと、13ってそんなもろいんだ。さあギャング、まあ俺は相手が結構コスト使ったんだね、そんぐらい許してくれやって話なんだよね。いやファイスピー天才じゃん、たまたま。で次まあインフェのサイクルか、まあ許容ですね。これ意外と左の方が入るやつかな、たまにあるよね。でウッドでハゲたの嫌だったね今みたいな。ハシマイプリンもこれどうにもできねえからな。
一応警戒しとこうか。さあケツでした。さすがにウッドでいいか。よいしょ。でライトはね、もうワンチャン狙っていきたいな。あー、ギャングウッドね。いやー、いい防衛や。やべえよ。一応端っぷりもね、まだ来るんで、2周目が。あ、ウッドで剥げそうだな。よいしょ。ロケホ？いや、マジ、ロケホ頼りしてんだけどな。ロケホもうちょっと頑張ってくんねえかな。これさ、縦に並んだら両方とも剥げちゃう、もしかして。いやー、ロケホこれウッドでいかれるのやばいな。よく考えたら。まあ、インフェか。いや、インフェ全然来ねえな。まあ、ロケホウッドで死ねんで、もう端前のこの削りで使っちゃいます。えぐ。さあ、こうなると、俺はね、ホグライトを決めなきゃいけなくなってくる。でも、インフェ多分ライト打っても突破できないんですよね、僕。一応削りで打つんだけど。さあ警戒して、警戒して、ユニット一発、一発欲しいな、一発ぐらい欲しいな。いや、これ熱い。でインフェ、いや、しかもインフェミスる。いや熱い、いや熱いとか言っても余裕で負けられる。まだ OKOK、 足振りホグ飛ばして、あー、オッケーオッケーオッケー。さあいいね。あー、これ決まったんじゃない。ライトが何もだったっけ、420か。よーし。いやー、危ないですね。なんかでもやっぱ施設あるとね、なんかライトニング意外と刺さりにくいね。打っても打ってもなんかコスト6コストってでけえってなっちゃうんでね。ユニットには刺さるけど、ちょっと施設引くと怖いですね。さあ来た、よろしく。羽が入ってんな。さあ、とりあえず、小村家で回していきましょう。すっげえ。YSP、マジライトがね、本当に、なんか、半分ぐらいの確率で腐るぐらい、腐ります。めっちゃ腐るね。本当に、あんまなんかライト打たないぐらいのね、感覚でいてもいい気がするな。さあ、相手、今、ウッドが、ユキだったっけ？メガゴ。タル。タルメガゴ。雪あったか、ごめん覚えてねえ。なんか雪みたいなアイスっぽいのが出たと思うんだけどな。さあでもタルメガゴの時点でちょっとレアだけどな。さあスパー、あー、合ってましたね。じゃあ、あー、行かれるんかい。さあタル雪メガゴのライトニングスパーキーですね。お互いライトニングですね。いやー、男の強でかいな。あれあれだってライトとロケホーぐらいで剥げるんじゃないかな。いや、わかんねえ。よいしょ。位置関係がちょっと嫌だね。撃っちゃうか。でも撃ったら撃ったで、このゴブジャイがやべ、まあ、ライト撃ってくるならユニットでもよかったね。今メガゴとかね、追加けたらラッキーだなーと思ってたんですけど、来なかったっすね。さあ、ライトニングの多分ハンターとかのやつですよね。さあ、近畿としていく。まあまあ、2発。2発あるのもでかいと。まあ僕の、まあ普通にライトニングでテスラ飛ばされてゴブジャイが残ってが嫌な感じかな。まあまあ、でもロケホ、ほんとロケホ分回しゲーっすね。結局これもユニットいれば防衛ライトだけど、まあ、いなかったら防衛ライトする必要もないんだよね。あとはこのファイスピが強い。このファイスピのおかげでマジでなんとかなるぐらい。いや、このファイスピほんまでかいっすね。一発あるだけででかいやんな。で、まあライト打たれるかもぐらい。で、ゴブジャイタゲ取ると、あのライトこれ撃たれるんで、一発ちょっと下げてね、ライトニング撃ちづらいでしょっていうタイミングを狙ったんだけど、余裕で撃たれた。よいしょ。さあ、ダメージ受けちゃうんですけど、まあまあまあ。いや、スパーキー強えな、でも。頑張りすぎじゃない、なんか。相手のスパーキー。よいしょ。テスラ。で、低めか。痛え、これ。あ、ライトニング削りしていいの？気づいたわ、みんな。これだ。で、ロケホーとウッドで、あ、これでさよならすんじゃね？熱。
しかもウッドでね、今下がったことでタイミングがいい感じになって、相手打てなかったね。あのテスラにライトニング、あ、これ終わったんじゃない、あ、ユキで結局か。ユキ強いんだなね。まあでもこうなるとなんか流れはめっちゃ俺さ、ウッドでね削りながら回して、ファイスピでね削りながら、もう一生削りでいいですね。そうすると相手端前ぐらいしかゴブジェイ出せないんでね。うん、さあ端前来ても警告はね延命して、ホグ4コス飛ばしてもよかったけどな。飛ばしてあげよう。さあライト打ってきたらホグが止まんないよねっていうので、オゲイ。さあライト圏内かな、ライト420だよね。オッケー。まあちょっと怖いけどね、LSP でもいいよね。なんでファイスピー嫌な人は LSP でもいいし、まあそこはお好みかなと思います。はい、というわけで今日はねクエコグのライト型やったんですけど、まあどうだろう、なんかすげえ触った感じはね、クエイク型の方がこう、まあいっぱい触ったからかもしれないんですけど、まあ使いやすかった感がなんかね、なんかライトの方が絶対ネクロとかウィザードとかにも戦いやすいし、ユニット飛ばせるんでね、すごいいいかなとも思ったんですけど、なんか施設とかがやっぱ今日多かったんでね、そしたらクエイクの方がいいかなとは思いますし、まあでもトロタイとかではね、やっぱこうユニットがめっちゃ多いトロタイとかも多分あると思うんで、意外とライトの方がね多分刺さるとかもあると思うんで、皆さんぜひねこちらライト型でもやってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。お疲れちゃんでした。またね。